ブルガリア対中国の試合を開始いたします。
続きましてチーム中国と清田緑ジュニアのご接触です。
Thank you.
자식이깨는데이신데
ブルガリアチームがゴールのウィンアームについてチャレンジを要求しました。現在ビデオで確認させています。ブルガリアのチャレンジは失敗、得点は22対20、ブルガリアのチャレンジ権はこれでなくなりました。
さあセットポイント、ここで一気にブルガリアを押し込めるか、それは皆さんの応援にかかっています。そして中国が1ポイント返されて、それも皆さんの応援にかかっていると思います。そしてイングリッシュ MC を担当している西川さんとキャビン夫がいます。西川さん、はい、こちらです。はい、放送席の超難解、皆さんすごく盛り上がってます。イエーイ。じゃあちょっと子供にお話聞いてみようかな。まあ、ブルガリアで皆さん応援してるということで、ブルガリアの選手どうかな、見てみて。背も高いし、アタックもレシーブもすごいなと思いました。いやすごいよね、生で見てるとね、迫力がね。じゃあこのみんなでね、まずは皆さん、会場の皆さんと一緒にブルガリアを応援しましょう。ブルガリアと言ったら3回パンパンパン叩きます。いきますよ、せーの、ブルガリア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 、ラスト、ブルガリア、イエーイ。じゃあ続いてケリクさんにね、中国のチーム聞いてみましょう。よろしく。是哪一队的？必须是中国 China， 必须中国队来，我们一起帮中国人加油打气。我们怎么打？我说中国，你们说加油好不好？好，我们来了，中国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 ，赚的，赚的，赚的 ，Thank you。
4対3、中国のリード、そしてチャレンジ権は2回のままです。
Thank you.
ここでブルガリアの選手交代です。12番に代わり8番テトヤ・バラコバが入ります。
Yeah!
さあこのラリーを切り落としたのはエース新月。高い力のさすがなタッグです。伊藤は4対3。Timeout.
Oh.
freeze point. ブルガリアチームのチャレンジは成功。得点はブルガリアに入ります。1-0。そしてブルガリアのチャレンジ権は残り2回です。Thank you.
中国選手交代です。12番に代わりフィルマー、ショウ・ジョンスが入ります。Yeah!
プール B を最後まで盛り上げて